38条の18、通庫の不動産につき寝て当権を有する者は第398条の16の場合を除き、各不動産の代価について各極度額に至るまで優先権を行使することができる。この条文は累積寝抵当についての規定です。累積寝抵当は債権の範囲、債務者、極度額が同じなだけで、それぞれが全く関係ない別の寝抵当であると思っておけば簡単に理解できるかと思います。 A 土地と B 土地に寝抵当権が設定されているとします。寝抵当権の極度額は1000万円、不動産の担保価値がそれぞれ1000万円とします。元本確定後の債権が2000万円。共同寝抵当の場合は2つの不動産を競売しても1000万円しか優先弁債権がありません。累積寝抵当ならそれぞれの不動産から1000万円の優先弁債を受けられます。今回の解説は以上です。お疲れ様でした。